マイクラで操作不可能にさせちゃう最強のアイテム。みんなは防具盾を使ったことはありますか？機能面で何かに使うというよりは、建築でいろんな表現をしたりするのに使われることが多いけど、実は防具盾を使うとプレイヤーを行動不能にすることができちゃう。まず防具盾に向かって右クリックすると装備なら着せられて、それ以外のアイテムだと何も起こらない。つまりこの防具盾にプレイヤーが重なると、防具盾を壊してからじゃないとブロックを置くことも壊すこともできない。もちろん防具盾一つならすぐ壊して終わりだけど、これを何十体も置くことで全てを壊すまで水バケツもエンダーパールも何も使えなくなる。この仕様を利用すればプレイヤーを閉じ込めることができちゃう。このトラップを含むいろんなトラップをマロさんに仕掛けてみた動画は固定コメントから見てみてね。